皆さんこんにちは。今回は戸田レーシングの受託業務についてご説明させていただきます。弊社ショールームから短気筒試験エンジン、薄型インホイールモーター、戸田オリジナルインバータについてご説明させていただきます。こちらが短気筒試験エンジンで、研究開発用に短気筒化した試験エンジンになります。シリンダーには石英ガラスまたはサファイアを用いることによって、筒内流動、燃焼観察、インジェクター噴霧が計測できます。またピストンの上面部を石英ガラスまたはサファイアに変更することにより、ピストン下部方向からの燃焼可視化も可能となります。ディーゼルやターボ仕様にも対応可能で、お客様のご要望に沿った各種の計測・検証にも対応しております。こちらが薄型インホイールモーターになります。超小型モビリティ車両の仕様を想定した弊社オリジナルの設計となります。コギングトルクが少なく、非常にスムーズに回るのが特徴となっております。空冷・水冷どちらにも対応可能で、主に試作車や研究開発用車両向けに販売実績があります。背面カバーを通常のアルミから超高耐熱エンジニアリングプラスチックへの変更や、サイズや出力などお客様のご要望に合わせて製作が可能です。こちらが薄型インホイールモーターを制御するために開発した弊社オリジナルの TDR インバーターです。冷却システムは信頼性の高い水冷式を採用しています。また弊社インホイールモーターだけでなく、各同期モーターにもご使用できるよう汎用性を持たせています。基本はインバーター1台でモーター1機を制御しますが、左右両輪のモーター2機を制御する一体型モデルも製作可能です。